はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、最近私が使っているお気に入りの小物ガジェットを紹介していきたいと思います。で、結構ですね、まあスマホとかタブレットとか割と高額なガジェットとかもちょいちょい買ったりはしてるんですけども、それ以外にですね、私がこのレビュー動画とかで出していない小物ガジェットとかもちょいちょい実は買ったりするんですよ。で、まあ今回はそういった、まああまり動画では登場していないけど実は使っていて快適だと思っているガジェットたちを紹介していきたいなと思います。特に今回は結構 YouTube やる人とか、まあ、動画を撮影する人とかにはもしかしたら役立つものも中に入っていると思いますので、よかったらね、参考にしていただければと思います。では行ってみましょう。はい、ということでね、最近ですね、私のコメント欄でもちょいちょいコメントで動画のクオリティ最近上がりましたかみたいな、ものをいただくことがあってですね、あ、嬉しいなと思っているんですけども、実はその一つの理由かもしれないなと思っているガジェットがあります。はい、それがこちらですね。これ何って感じですけど、これ実は360度のターンテーブルなんですよ。この上がこうぐるぐる回ることによって商品とかをこの上に乗せて電源をオンすることでこんな映像をね、作ることができます。で、実はこれ使い方は簡単で、コンセントを入れて、で、ここにですね、電源ボタンがあるので、それをカチッと入れるともうこの上のテーブルがゆっくり回ってくれます。なので、もうあとはもうそれに合わせてカメラを設置して撮るだけですね。もう非常に簡単に、物を回すことができるということで、買ってみました。やっぱり私結構小物のガジェットを紹介することも多いので、まあ、こういったターンテーブルってね、前から欲しいなと思ってたんですけど、まあ高いんだろうなと思ってあんまり調べてなくて、で、実はこれ Amazon でいくらだったかな、結構安かったんですよ。こちらですね、耐荷重がマジ25キロって書いてるけど本当にそんなあるのかな。一応スペック的には耐荷重25キロ、直径20センチの回転台、電動ターンテーブルってことで、価格が4999円となってます。私そこまでね、25キロまで重たいものは乗せてないですけど、この上に乗るぐらいの軽いものだったら全然問題ないですね。25キロいけるんだったら本当にすごいけどね。ちょっとそこまでは、怖くて試せてないですけど、まあ、普通の小さいものとか多分カメラぐらいまでだったら、回せると思います。っていう感じでかなり使いやすいですね。これは最近買った中では一番お気に入りの小物ガジェットと言えるかもしれません。この360度ターンテーブルは、かなり良かったと思います。はい、で、次ね、紹介していくのが、こちらですね。はい、今ここにもスマホ載ってたんですけど、これスマホスタンドになります。これゲームサーってところのスマホスタンドですね。まあ、こちらはですね、私買ったわけではなくて、ゲームサーのメーカーがなんかプレゼントで送ってくれたものなんですけど、ちょっとこれ使ってて最近めちゃめちゃお気に入りで、ずっと使ってますっていうことで今回紹介させていただきたいと思います。で、このスタンド何がいいのかって、すごいね、このネジの方がしっかりしていて、使っていて安定感がすごいあるんですよ。今ね、こんな感じで置いてですね、まあちょっとしたカンペ代わりに使った日とか、メモとかを残しておいて YouTube 撮る時とかにもよく使えますし、まあ普段ですね、なんか作業中にポンと横に置いといたら、スマホを横に置きながら作業するみたいなこともできるので、非常に使いやすいです。高さとかも結構自由にね、こうグッと調整できるので、そのあたりも使いやすいなと思って、普段からこれめっちゃ愛用してます。このスタンド自体1300いくらぐらいのものなので、まあ結構安めなんですけど、これ1個あるとスマホとかタブレット置いとくのに結構いいかなと思って使ってます。うちにはスマホスタンドいろいろあるんですけど、この角度が変えられるやつが全然なくて、置いたらそれでおしまいっていうのが多いんですけど、まあ、角度変えれるのってこんなに良かったんだみたいな感じで、結構これ愛用してます。はい、じゃあ次ね、最近使ってお気に入りの小物ガジェットですね。実はこの動画でもうすでに今使ってるんですけど、この音声を撮っている、はい、こちらのピンマイクですね。これはソニーの ECM-C10 っていうピンマイクになります。で、これ最近使ってるのなんでかっていうと、まあ私結構こう動画撮りながらちょいちょい場所とか動くんですけど、この場所動くと、普通にカメラの横とかに固定してるマイクだと動く場所によって撮れる音の音量が違ったりとかするんですよね。でもこのピンマイクだったら自分が動いても常にマイクここで拾ってるので音量が変わらないし、音質が思った以上にいいということで普段からこれ使ってます。ちなみにこのマイクはモノラルマイクです。なので、このマイクだけを買うと、今みたいにこういう音声にはならずにですね、
まあ、イヤホンとかで聞いた時に片っぽからしか音出ないみたいな感じになるんですよ。で、一応それって編集ソフトで左側の音声を右側にもコピーするみたいなことができるので、それでやってもいいんですけど、私はそれちょっとめんどくさいので変換アダプターっていうのを構わせています。はい、それがこちらですね。この真ん中の銀色のものがこれ変換アダプターになるんですけど、これを構わせて、ケーブル、延長ケーブルをねつないで、こうぐーっと、ちょっと汚いですけど行って、あのカメラにつながっているということなんですね。こちらですね、このカメラにつながってますということですね。要はこれですね、モノラル音声をステレオに変換するアダプターなので、こういった声をですね、ちゃんと左右両方から出るように変換してくれるアダプターになります。これも確か900いくらとか1000円しないぐらいの価格で買ったアダプターで、これをかませると今みたいな音声が取れるということになります。非常に使いやすいです。これはね、最近もうなんかお気に入りで、このアダプターとこのマイク一緒に使うと、結構動画のこう喋る声の音質とかその辺が良くなったんじゃないかなと思います。まあ今まで使っていたこの、今ねここにも設置してあるんですけど、これロードのビデオマイクロっていうねマイクですね。まあこちらも非常に良くて、全然今もこれ同時に撮ってもいるんですけど、まあ例えば私がこう移動してってこっちの方に行ったりとかした時に、このマイクもやっぱずらさないといけないというところで、そこがちょっとねめんどくさいなと思うところがあって、最近はピンマイクにハマってます。非常にピンマイク使いやすいですね。はい、で次ね、最近のお気に入りなんですけど、こちらですね。こちら、これね、私の動画ずっと見てくれてる方は多分登場したことがあるので覚えているかもしれないですけども、これあの Amazon のプライムデーで買った、フレキシブル三脚ですね。フォトプロフレキシブル三脚っていうものになります。で、この三脚の部分がこれ全部これゴムになってて、これ曲がるんですよ。グネグネ、これグネグネ曲がるんですよ。こんな感じで非常に自由に曲げることができます。で、普通に使っても、まあ、こんな感じである程度高さのある三脚としてポンって使うこともできるんですけど、やっぱ低めに撮りたいとき、こう低くしてグッと低くして設置してもいいし、どっか巻きつけられるところがあったら、このグネグネを利用して巻きつけて使うことで、今まで撮れなかったような箇所から撮れたりとかするってことで、これ非常に便利です。でさらに、まあ手持ちで使いながら自撮りする時の三脚としても普通に使えるので、これは結構ね買ってよかったかなと思ってます。車の上に置いたりしても結構安定感あるので、車載動画とか撮る時もこれ使えてますね。非常にこれ買ってよかったです。はい、であとカメラ系の機材の1個なんですけど、こちらですね。これホットシュー付きのカメラプレートですね。で、私あの結構あの小型カメラの比較動画とかもちょいちょい出すんですけど、まあそういう時ってやっぱりこのカメラをこのプレートの上にですね両方乗っけたりして比較をするんですけど、そういう時にこの小型のプレートが役立ちます。まあ例えばこれ DJI Osmo Action なんかをこうやって設置しますよと。はい、でこれ一つ目ね、 DJI Osmo Action をこんな感じで設置しますと。でもう一個ね、 GoPro もちょっと比較したいわなんて時はこちらにですね GoPro をこう設置します。はい、そうするとねこの状態になるんですよ。この状態でさらにさっきのこのグネグネのねフレキシブル三脚なんかをこうかませると、こう装着すると、はい、もうこれで、比較システムが完成ですね。GoPro と Osmo Action ですね、これ比較できます。もちろん自撮りもね、こんな風に撮ることができるしって感じで、このプレートも非常に使いやすいなと思ってます。で、これ結構プレートもいろんな種類があるんですけど、このプレートは、割と小さめで、軽いです。で、しかも安いですってことで、私これ結構使ってます。1000いくらぐらいだったはずですね。この状態でよく比較とか撮ってます。はい、で最後ね、最後もちょっとカメラ系の機材なんですけど、こちらですね。これ非常に小さい、非常に小さいんですけど、これ何かっていうと、これ小型のライトなんですね。このライトのこの上側にですね太陽みたいなマークがあって、ここを長押しすると、はい、こんな感じで、ライトがつきます。こんな感じですね。で、これが今一番弱い光量で、2段階目3段階目4段階目って感じで4段階ですね、光量があります。こちら小型ライトですね。で、長押しすると、電源が切れます。ちなみにこのサイドの方を見ると、こちらパカッと開くようになっているんですけど、こちら USB Type-C のケーブルで充電して使うことができます。ということで超小型の、LED ライトですね。で、これ何に使えるかっていうと、アクションカメラとかを夜に使うときに使えるんですよ。これさっきのこの三脚とかとの合わせ技になるんですけど、はい、ちょっと装備を変えたんですけど、 Osmo Action の下に
L 字のプレートを載せました。でそのプレートにこうさっきの、この小型の LED ライトをこう載せたりとかしますね。でこう装着します。でそうするとこれオズモアクションと LED の小型ライトが同じ方向を向いてます。でこう電源をつけて光ります。でオズモアクションも電源オンにして録画開始みたいにすると、結構夜道とか夜間とかで真っ暗なところでもある程度のこの光がある状態で動画とかを撮影することができるということですね。こんな感じで小さいんですけど結構強く光るんですよ。で一応ね付属品でこんな感じでいろんなフィルターが入っているので、まあ、赤い色に光らせたいとか黄色に光らせたい時とか、そういう時はこのフィルターをかませて、まあ、こういったフィルターのストッパーみたいなのをかませると、まあ、色のある光を使うこともできます。まあ、私はあんまり色は使わないので普通の白い状態に使うんですけど、一応こういったカラーフィルターみたいなのも入ってます。で、まあ、アクションカメラってやっぱり夜には弱くてですね、夜になればなるほど映像が悪くなる、光が入らなくなるから画質がどんどん悪くなるんですけど、まあ、こういったこの小さい小型の LED ライトでもこれがあるだけでも全然違うので、この辺は使ってよかったかなと思ってます。はい、ということで今回はですね、最近使ってよかったお気に入りの小物ガジェット紹介してきました。まあ、私のチャンネルですでにちょろっと紹介したものもあれば、今回初めて登場したものもあると思うんですけども、まあ、結構ねこの動画で出している以外にもいろんなものを撮影したりとかちょいちょいいろんな新しい機材を導入したりとかってしているので、まあ、そういった中で、特に気に入ったものもこうやってねたまに紹介しているので、ぜひ、ね、よかったら参考にしていただければと思います。多分今回紹介したのは、割と YouTuber 向けかなっていう感じですね。これから YouTube 始めたい人とかすでに YouTube やってて少しクオリティを上げたい人とかには多分役立つものが入ってると思いますので、よかったら参考にしていただければと思います。また引き続き動画やってて小物ガジェット溜まってきたらまたね紹介したいなと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。